ナルシス・ビルジール・ディアズ・ド・ラペーニャは、スペイン人の両親を持つフランスの画家である、バルビゾン派を代表する画家の一人である。ボルドで、スペインからの亡命者の両親のもとに生まれた。父親はイギリスで没死し、10歳までに母親も失った。さらに、少年時代に森で毒蛇に足を噛まれ、治療に成功せず義足の生活を強いられることになった。15歳で、 セーブルの王立政党所に雇われ、陶器の絵付けの仕事に就いた。絵付けの仕事の制約に不満を持ち、絵画に展示、ジュール・デュプレーラと共に、油彩画を学んだ。初期には、華やかな衣装の婦人像や、トルコや、東洋風の題材の絵画を描いた。サロンド・パリに出展し、1834年に、サロンで入選することになった。 人物画家として出発したが、バルビゾン派の画家、特にテオドール・ルソーを知ると、風景が主に描くようになった。ルソーは、1831年のサロンに18歳で、入選し、ディアズが入選した1834年のサロンでは、出展した絵画が、オルレアン公の買い上げられる名誉を受けていた。しばらくして、ルソーから、樹木の描き方などの技術の指導を受け、 4歳年下のルソーを唯一の師匠として生涯尊敬してゆくことになった。1837年にはフォンテーヌブローの森の風景がをサロンに出品しバルビゾンに住むようになった。人気画家となり、1850年にはレジオンドヌール勲章を受訓した。ありがとうございます。